あった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 、おーい、10回は作れるんじゃないかな。おじいちゃん、こんにちは、こなつです。今日もポータブル電源のレビューをしたいと思います。今日は朝顔の AS2000JP というポータブル電源です。これは定格 2000W の大容量のポータブル電源なので、いろいろ特徴もあるので最後までぜひ見ていただけると嬉しいです。そして今回はポータブル電源ともう一つ、このソーラーパネル 200W の、結構軽200W なのにめっちゃ軽いけど、このソーラーパネルもレビューしようと思います。なんかもうポーデン女子になってきたね。ポーデン女かなはい、主なスペックはこんな感じです。容量が 1920Wh です。結構大容量だと思います。そして AC 出力は定格 2000W です。でサージがなんと 5000W です。これはすごいですね。で定格出力の 2000W を使っとって超えたら、アルファブースト機能が働いて 2800W まで使用することができるようになるそうです。これもすごい機能だと思います。そして AC 入力がマックスで 1300W です。これはどれくらい速いかっていうと、0から 100% までの充電の時間が 1.5 時間で充電が完了するっていう速さです。素晴らしく速いです。はい、そして次にソーラーでの入力は 500W で入力可能です。そして重さが 20.5 キロです。私が持つとこんな感じでございますここの持ち手が本体とちょっと離れてるので、ちょっと重たく感じるかもしれないです。ちょっとずっしり感があります。次に外観です。外観はなんか大人シンプルな感じです。で、黒じゃなくてこういうシルバーの感じで、ちょっとひんやりしてるので、冬とかは結構キンキンに冷たくなりそうです。でも夏に影に置いとったら冷たくて気持ちいいってなりそうな、こんな素材です。こんな感じの音がします。硬そう各ポートはこんな感じになっています。私がいいなと思ったのは、ここに USB Type-A の急速充電が2つ、そして Type-C のここの PD100W が2つついていることです。これはかなりありがたいです。そしてこれ特徴があるんですけど、これすごいのが、こんな感じで他にはない日本語で書いてあります。これはかなり分かりやすいです。日本人にはありがたい。だけどね、英語で書いてないので、英語だと何がなんだかなんて書いてあるかわからんわみたいなならんので、これは分かりやすいです。本体電源かっこ長押し、分かりやすい。そして液晶画面はこんな感じです。あ、アプリ接続できるけん Wi-Fi のマークが点滅していますね。で文字は結構細字で小さめです。ライトですが、ピッ、このようにオレンジの光になってます。もう一回やるとちょっと強になって点滅して、あ、これは SOS ですね。こんな感じです。ちょっと暗めな気がします。右側面はこんな感じです。排気のファンが3つついています。ここここここ。次に左側面です。こっち側は吸気のファンが1つついてます。背面はこんな感じです。こちらは入力ポートになってて、蓋にまあ、ちゃんと日本語で書いてあるので分かりやすいです。パカッと開けるとこんな感じになってます。閉じり閉じり。天板充電はここで 15W で充電ができます。よいしょ、おお、なんかシュッポーンって言いました。この持ち手の部分は本体と違って、ここの部分はまあ金属とかではないので冷たくはないです。でグリップなんですけど、ここは結構ぺったんこの平らな感じになってて、で裏面は特にゴムとかそういう素材ではありません。次に付属品はこんな感じになってます。収納袋等は特にはないです。あとは説明書がちゃんと日本語で書いてあります。あとこちらのピンが、アプリで接続、本体と接続するときに使うピンです。 Wi-Fi リセットピンを使ってアプリをつないでみました。今画面にはデバイスリスト、この AS2000JP が出てるんですけど、これをクリックしていくとこんな風な画面が出ます。今インプットで出てますね。今、入力は特にしてないので 0W になってます。でアウトプットのところピッ
今押したら 3W ってなってるんですけど、この USB のところがこう今カメラ充電してますね。これで 3W 使ってるよっていうのが出ています。ちゃんとここ青くなってます。すごい、使ってるポートがちゃんと出てるのはすごいです。あ、一番上の画面、このまま使い続けると残り使用可能時間があと2日と19時間使えます。こういうのも出てます。それで画面下に行ってみると、これが分かりやすいかな、 LED のモードが変えれるようになってます。これ携帯で遠隔操作で、お、ライトつきました。こんな感じで変えることができます。でオフにしとこう。で他っていう部分、ピ、この他の設定なんですけど、このあたりも結構多機能な部分があって、例えば、ここ 60Hz とかいうのは 50Hz とか 60Hz 変えることができます。そしてこの AC 充電電力設定っていうところは、これ充電をどれくらいの電力で、今 100% の力で入力をするっていう風に設定されてるんですけど、例えば、もうそんな 1300W とかで入力いいなと思う人は、これを半分の 50% にするとかいうので入力を切り替えることができます。そして AC 出力電圧設定、ここはかなりのいろんな幅広い電圧設定ができます。その後ファン、これファン回せるの、お、すごい、ファンだけ回せれる。こんなこともアプリで遠隔操作できます。あとは、アルファブースト機能だったりとか静音充電がオンオフできます。こんな感じですね。こんな感じでいろいろとアプリで遠隔操作することが可能です。これはすごいです。次に充電実験です。今ここで充電ボーンってしてるんですけど、ここの電圧が 94V くらいです。で、それでどれくらい出てるかっていうと、お、すごい、ファンフル回転で 1308W くらい出てます。1300を超えてる、いい入力の数値だと思います。ファンの音はこんな感じで、ちょっと音が大きめです。だけど静音モードもあります。次にソーラー実験です。このソーラーパネル、 200W のソーラーパネルなんですけど、ソーラー入力は最大 500W で入力ができます。ほんで今日はこの 200W のソーラーパネルなので、このパネルがどれぐらいの入力なのかっていうのをちょっと実測してみようと思います。めっちゃ眩しいけどね今日。ちなみに今朝の8時48分です。でこの時間で入力してるんですけど、今 127W ソーラーパネルで出てて、で 34% です。ここから1時間測ってみて、何パーセントまで上がるかちょっと実験してみようと思います。9時48分になりました。1時間が経ちました。はい、これで何ワット出てるか見てみます。何ワット出てるのか、どれくらい充電されたのか、お、1時間充電をして今 40% まで充電がたまりました。 6% 増えました。はい、結果はですね、120から 130W ぐらいの間で安定して入力することができました。で、日差し的には、今こんな感じの、ちょっと薄い雲がかかってるくらいの日差しです。でもめちゃくちゃ今眩しくて私の目もないかもしれないです。で、この日差しガンガンでもしかしたら暑くなるかもって思ってたんですけど、触ったところ全然暑くなってないです。めっちゃ反射するけど、もうね、全然ね、暑くなってない。これはすごい。ということでソーラー実験でした。はい、ということでお次はですね、実践編です。お料理番組みたいになってきましたが、ちょっともう背景めちゃくちゃ今回良くて、植えたての田んぼの綺麗な背景の前でカレーライスを作ります。今日作るカレーは、ドゥドゥンドゥドゥドゥン、北海道のじゃがバタカレー中辛です。これメイクインがゴロゴロ入っとるんだって。ああ、
音もなんか良さそうです。炊飯器の中にはもうお米が準備してあります。粉つまいでございます。今ポータブル電源はスイッチが入ってて 45% の残量です。では白米急速でスイッチオン。今数字が937W 出てます。あ、消えたり減ったりしてます。変動はまあ炊飯器なのでありますね。じゃあカレーの方も準備しましょうかね。お、ゴロゴロじゃないですか。すごいメイクインがゴロゴロ入っとるわ。いやー、はい、じゃあ今回はですね、炊飯をしてる間にこっちでカレーも温めようと思います。で、このポータブル電源は定格が 2000W なんですけど、きっとそれを超えると思います。で、超えた時にどうなるかっていう、ちゃんとアルファブースト機能が働くかどうかっていうのもちょっと見るためにこっちも使います。じゃあ入れましょうか。よいしょ。で、500W で2分。おじいちゃん、カレーを温めちゃう。炊いた？どこ行っちゃった？ご飯炊いちゃう。そう、今ご飯炊いちゃう。で、こっちにカレーチンしちゃう。カレーにする？うん。あ、タンボクサが入ってやれんな。今数字を見ると1127W です。あ、2000いった。あ、どん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 なんかウィーンって言い始めた。カレーが温め終わりました。熱い、熱っ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 。カレーか。カレー中辛のね、これはね、北海道のジャガ、北海道のジャガバターカレーだって。うおーい、美味しそうじゃない。だってこんなレトルトでこんなに具がゴロゴロ入ってるのっていいね。うまそうだろう。なんか辛いだか。中辛だって。ん？中辛。うん。いい、いい匂いがするわ。ね。お、炊けた。じゃあ開けてみようかな。おー、美味しそう。こんな感じで、おー、粒が大きいね。いや、美味しそう。 45% の状態で炊飯と、あと電子レンジの 500W×2分を2回やりました。そうすると34% になりました。ってことは 9% しか減ってないってこと？これはすごいんじゃない？え、もっと減るのかと思った。よし、うん、このまましゃもじで食べたろか。それでは真っ白な服でカレーを食べます。緊張の一瞬です。待って、このまず具材からいこう。これはメイクインのじゃがいもだね。これなんかいただきますね。うん、すいません、いただきますってなかった。いただきます。うん、うん、じゃがいもがホクホクで美味しいです。さすがなんかじゃがバターって書いてあったように、本当にじゃがバターの味もする。うん、中辛だけどそんなに辛くはない気がする。私が最近カレーをめっちゃ食べとるけんかな。めっちゃ美味しいんだけど。いや、美味しい、美味しい。わかった、じゃがいも自体の甘みが出てるんだ。うん。
はい、ということで今回まあいろいろこのポータブル電源で試してみて、結果的に私がいいなと思ったのはその減りがそんなになかったので、カレーがご飯炊飯してカレー温めてっていうのをして9% しか減りませんでした。ってことはカレーがこのポータブル電源で10回は作れるんじゃないかなって思います。いやこれ結構すごくて、まあ、ご飯とか、まあ、防災の面でも、まあ、炊飯はしないかもしれないんですけど、まあ、物を温めたりとかいろんなことをするときに、まあ、これくらい の, 容量 の, その余裕があるとかなり安心だと思います。あとは、このポータブル電源は見た目からして結構特徴的なポータブル電源なんですけど、あともう一つ特徴があったのは日本語だっていうところです。普通はここ英語だったりするんですけど、まあ、ここ日本語なのであんまりポータブル電源にその馴染みがないというか、あんまり触ったことがないよっていう人でも分かりやすいかなと思います。英語だと何が何だかあんま分からんかもしれんのでこれは結構分かりやすい方だと思います。ということでこのポータブル電源気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。あと SNS もやってますのでそちらもぜひチェックしてみてください。ということでまたね。おじいちゃん。